アンダーソンは死亡しましたが、艦隊と通信できれば任務を完遂できます。前方の生還ビーコンが役立つでしょう。味方に聞こえているといいな。確かめる方法は一つだけ。任務を執行するのです。パイロット、前方にビーコンが。ビーコンの動力が低下しています。修理が必要でしょう。注意、複数の反応を感知。ストーカーです。制御室を攻撃するようプログラムされています。注意、霧の中に有毒物質を検知しました。なんとかなる。無理でしょう。有機生物には致死性の霧です。死んでは任務を執行できません。コックピットにいれば安全です。パイロットモード起動。ビーコン制御室にミニシア部隊を検知、救援信号を送っている模様。通信をつなぎます。おい、そこのパイロット聞こえるか？許可してもらえると助かる。中の兵士が第三敵団兵隊の攻撃隊長、ストーカーの大群に襲われている。支援してくれ。ストーカーたちを排除し、ミリシアのライフルマンと直接話すことを推奨します。興味深い戦術です。私の重量は40点。ストーカーを効率よく潰せます。脅威を排除。素晴らしいです。戦闘効率評価が上昇しました。 BT7274 よりミシア隊で脅威を排除しました。助かった。ストーカーが次から次へと飛んできて、もたなかった。核兵器を使用。隊長、ビーコンの状況は？電力が途絶え、システムを再開するにはこういうものが必要なんだが、あいにく壊れてる。名称アークツール。機能、最大5メガジュールのエネルギーを発生。ああ、それは知ってる。復旧可能ですか？残念だが無理だ。センサーによるとサブステーションにもう一個あるようだ。これを言うのはほぼ不可能だ。人間が入れるような作りじゃない。了解。クーパーパイロット、サブステーションを探索する際は注意を。アークツールを回収しなければなりません。下で大勢の味方が死んだ。どうかご無事で。この場所は人間が操作。コーンをパイロット。プログラムされたドローンが管理している。セブン、スリー、ズール、セクター、ブラボーセブンに報告を。やっぱパイロットがいるのはいいな。ここを出られそうな気がする。パイロット、ストーカーはまだ出る。俺たちが離れるんだよ。俺たちは最善を尽くしてる。地下はどこまで？うちの隊で最後まで生き残ったパイロットが数時間前に敵に戻らない。気をつけろ。進捗状況を確認するため、ヘルメットのディスプレイに接続しました。いつでもこの回線で話せます。BT、この壁は何だ？スキャン中、剥き出しの回路があります。触れないようにしてください。注意して進んでください。了解。BT、この目的は何だ？任務はアークツールの入手です。これを使えば電力システムを再起動し、ビーコンを復旧できます。サブステーションの奥にアークツールのエネルギー特性を検出しました。
ここは何だ。コンピューターによると IMC の青函ビーコンの電力グリッドということになっています。迷路のようだ。下はどこまで続くんだ。スキャンによると最深地点は地下300メートルです。成功。ファンの排気を停止。心配はいりません。ジャンプキットで落下に耐えられます。アークツールを検知。距離30メートル。あなたを待っています。あんたほどのパイロットはそういない。ご苦労さです。目を見張る動きでした。すごい動きでした。